倉林明子さん。日本共産党の倉林でございます。必要な医療が受けられないまま命を失うと、こういう人が相次いでいると、医療の逼迫度の具合からしてもですね、緊急事態宣言の延長はやむを得ない判断だと私も思います。先ほども紹介ありましたけれども、総理は1ヶ月、今回の宣言にあたって1ヶ月後に必ず、事態を改善させると決意述べられました。しかし、確かに感染者数、新規のところは減ってるんだけれども、医療の逼迫具合っていうのは改善させられない、させられていないという状況あるわけですね。なぜ改善させることができなかったのか、政府の対応のどこに問題があったとお考えなのか、総理ご説明を。菅内閣総理大臣。まず全体として、東京をはじめとして、全国の感染者数は減少傾向にあり、これは飲食を中心に的を絞って対応してきた、今回の対策というものが効果を上げているのではないかなというふうに思っています。一方で、医療についてはおっしゃいましたように、引き続き逼迫した状況が続いておりますが、一般的に新規感染者数が減少すれば、時間を置いて、病床率も減少、使用率も減少すると考えております。さらに今後の状況を注視をしていきたいというふうに思います。一方で、病床の確保が重要であると考えておりまして、政府としては昨年の暮れに、1病床最大で1950万円ですか、そうした資金を全体として2700億円、病床確保対策を用意させていただいて、東京都とも政府と東京都が一緒になって、この病床拡大策を取ってきた結果としてですね、年末には3000床でありましたけれど、今は5000床を確保することができている状況であります。引き続き必要な方に必要な医療が行うことができるように、こうした病床の逼迫状況から出すことができるように、政府としてもさまざまな角度から全力で支援をさせていただきたい、このように思います。倉林さん。最大の問題はね、やっぱり受け入れ、医療の受け入れ限界を超えるまで、感染拡大をさせてしまったということがあると思うんですね。で、確かにね、感染者数が増えれば、これから重症患者も追いかけるように減っていく傾向になるというのは、これまでの経過でも明らかだと思います。ただ、今、命が救えない人たちがいると、で確保しているという病床が、直ちに使える病床なのかっていう実態は、正確につかめないっていう状況もあるというふうに認識しています。そのまま使えるものだと思った大間違いだったという京都の状況などもあります。で、重症患者の受け入れ病床を、今、本当に喫緊に確保していかないといけない、命守るために、そのためにはですね、急性期治療後の受け入れ病床の確保、これ、決定的になってきております。感染リスクがなくなっていると言われても受け入れられない、これ、最大の理由、何かっていうと、やっぱりね、病院潰せないという動機あるんですね、経営リスクが避けられないというところです。総理ね、すべての医療機関の経営は守りますと。こういうメッセージを今発して受け入れていただいても支え切りますと、こういう支援しますということを表明していただきたい。菅内閣総理大臣。病院の経営が非常に逼迫しているという、緊迫しているということも承知をしております。そういう中で、新型コロナ患者を受け入れる医療機関が、そのことによって、損失を被ることがないようにしっかり支援をしていくというのが、これは政府として当然の仕事だと思っています。これまでも 3.2 兆円の医療機関支援を行うとともに、3次補正では 1.4 兆円の追加支援を行っています。昨年来、1床当たり最大1950万円の支援も実施したところであります。また、診療報酬についても、新型コロナ患者の診療について、大幅な引き上げも行っています。実は私、この1950万円、の1床当たりの支援を実施したときに、なぜ広がらないんだということも、いろいろ調べさせていただきました。
そしたらその使用にもさまざまな制限、制約があったということも事実でありましたので、そうしたものを今すべて突破をして、病床確保に努めている、このこともぜひご理解をいただきたいと思います。こうした支援によって、基本的に減収になることは考えてないと考えてますけれども、仮にそうしたことがですね、あり得るのであれば、さらに対策を検討して、医療現場の方々が財政面で躊躇することがないように、これは政府としてしっかり対応します。はい、古林さん。今の決意を直ちに現場に届けていただきたいというふうに思います。で、医療の逼迫を解消するというためには、感染者数を減らす以外にこれ、道ありません。で、繰り返しですね、求めてきた PCR 検査の拡充、医療機関、高齢者施設、このクラスターをいかに抑えるかという点でも決定的になってきております。急所の抑えどころ、ここだと私は言いたいと思います。事業所自身がですね、必要だと判断したら、国費による定期的な PCR 検査、これね、可能にする、ここも決断、しっかり示していただきたい。西村国務大臣。重症化リスクの高い方々のいる施設についてですね、重点的に検査を実施し、まさに、国民の命を守るということは本当に大事なことだと思っております。このため、感染拡大地域の医療機関の従事者、あるいは入院される方々についてですね、実質的に国の負担で検査を実施できるようにしておりますので、引き続き都道府県と連携しながら徹底をしていきたいというふうに考えております。実質的に今できておりませんので、実質的にできるように、直ちに頑張っていただきたい。終わります。以上をもちまして、本件に対する質疑を終了いたします。本日はこれにて散会いたします。